早寝早起き魔人剣、どうもラリホンです。さあやってまいりましたオンライントーナメント。前回は1-1やったんですが、今回はまあちょっとね、どっかで言ったかな、忘れましたけど、決戦ヒーロー vs ヴィランっていうね、いやガノンはヒーローやろっていう、まあそういうねツッコミはみんなあると思うんですが、まあそこは置いといて、まあちょっとね、まあ今回ヴィラン側らしいんでね、まあ、ヴィランには見えないんですけどね、このね見た感じで、ね、どう見てもヴィランじゃないんですけど、まあちょっとやっていきます。あー俺ね、あのガノンがおるってだけで、俺ガノンね、俺8割ぐらいガノンかなと思っとったんやけど、まあ多いっちゃ多いんかな、俺、うん、8割ぐらいガノン来るかなと思ったんやけど、少なかった。ラッキー。これ大乱闘なんかな、これって。大乱闘か。前回1-1やったけど、ちょっとね今回は見応えあるかも。大乱闘ということはガノンが一番強いです。もう魔人剣当て放題ということで、開幕魔人剣狙いますわ。ゼルダおる。うわー、肌綺麗や。さあお願いします。ロロワさん、サヌヤトビコさん、トバエイトさん、こんにちは、よろしくお願いします。さあ初手魔人剣は文化です。あなんで当たんない。75% って食らいすぎ。あ、びっくりした、今俺死んだと思った。さあこれトーナメントですから、ちょっと魔人剣言うとっても、そんなんやとあの負けちゃうんで、ちょっと頑張ろう。普通に勝ちに行くよ俺は。あと喋りながら大乱闘ちょっと難しい。なんじゃそれ。なんじゃそれ。魔人剣するけどねこれ。俺もうこういう時こそ魔人剣。なんで当たんない。うわあ、全然魔人剣当たらなくて、本当にこれ魔人、本当にこれ死んだし、本当にこれ当たらんと。あ、なるほど、これストック性じゃないんだ。じゃあこれ魔人剣振った方が逆に有効だわこれ。よし、ほらこれでプラス1点ね。やった、ここだ。あ、いけいけいけ、おーい、よっしゃー。まあ自分の顔キャラクターのところを見てもらうと分かるんですが、かなりプラス点もらってます。もう一回いきます。イギー、よし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 、イギー、あれはイギーじゃないんか。あかん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 、伝説の勇者。あ、くらった。え、よけた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 。な、あ、X 君おった。僕ね、いつも X 君おらなくて不満だったんですが、 X 君おった。耐えた。あれ、みんなみんな意外と食らわんのね。意外とみんな知らない。なにそれ、ラッキー。ゼルダちょっとなんかかすってますやん。やめて。あ、それか、あれね、爆発するやつ、バチコーンって。ここ、よしよし、なんとか無傷。やっぱガノンの最後の切り札結構強いのかな。さあアシストフィギュア、あれどこ行った。やったー、ありがとう。いいねー、気持ちいいよ。あ、いいね、マジで。さあ危ない、やったー、落ちた。あ、今のはイギーかな、分からんけど、ノーポイント。さあマイナス1点ですが、そんな痛くないわ、全然。もう全然痛くない。さあちょっとここは30秒ぐらい耐えるのも一強ですね。耐えるのも一強です、これは。さあやばい。あ、でもこれチャージ切り札がありますから、結構突っ込むのもありかも。さあここで死んじゃうと僕まずい。崖橋おる、マジ怖い。来たよ、やった。そのタイミングがないわ。うまいな、そのタイミングがうまい。やめてやめてやめて、耐えろ魔人剣で。あー、え、死んだ、死んじゃったか。クソ、残り11秒。誰か食らってくれやんかな、これ。誰かもう一発食らって。こいつと負けかな俺。来た、ほっ、お願い。そこはしっかり。お願いお願い。イエーイ、やった。何点取ったんやろ。俺結構取ったよ。撃墜6もあるし強いな。あ、でも結構危なかったか。よし、ギリギリやったね。は、2回戦から準決勝って何やこれ。何やこれ、クソ早いやんけ。さあキングクルー、あ、よかった。あー、でもカウンター持ち2人いるね。こういう時にね、魔人剣使う分にはいいんですけど、これね、ストックじゃないもんで、プラス点を奪われちゃう。だからちょっとね、慎重に立ち回らなきゃいけない。だから、最後の切り札を、やっぱり、ちょっと主要に使っていった方がいいかな。あとは、メテオ決めやすそうなキャラばっかりやから、ちょっとメテオで稼ぐか。ちょっとね、ガノンはね、やっぱりね、魔盗賊ですから、こいつらにちょっと勝手に戦わせて、あぶね、戦わせて、後で俺が、パーセントじゃないわ、普通にストック奪いに行くっていう感じが一番いいかな。よし、まあ何やかんや自分でね戦うのも大事。ちょっとそこで醜い争いをしてくれ。あ、これも、あ、欲しいな、あれあれ、あ、取られた。あ、俺だ、やった、私のものだ。いけ、リヴァイアさん、多分名前合っとる。あれ、なんか俺のバーストじゃなかった。お願いします、ちょっと怖いから一応魔人剣しとこう。あ、これみんな流されるな。あー、俺の、
あ、ちょ、俺の使い魔ちゃうの？何やってんすか？危ね、危ねー、危なかった。俺の使い魔のはずなのに、なんかね、あれなんか思っとったの違う。死、やばい。え、俺死ぬパティーン、これ死なないパティーン、ラッキー。うわ、なんだ、めっちゃ長さよりやん俺。おい、俺の使い魔ちゃうの？何が起こったんかわからん。負けじゃんこれ、もう無理よ僕、負けがわからんステージが悪いわこれは。やった、来た、頼むぞ俺、いけん、よし。あ、なんか知らんか、バーストしてない、バーストしてない、いや、あかん、カナチョミ、カナチョミ、あ、やった。え、これもしかして奪われる感じ、これなんか俺食らってるし、これもしかして奪われる感じ、奪わんといてよ、そういうとこね、ちょっと。さあ、俺にプラス点ない、もうこれカナチョミやん、これカナチョミ唯一やん、これ。いや、おい、どんだけする、どんだけする、それやばいで、やばいで、なんかもう勝てる気せん、やばい勝てる気せんのやが。カナチョミ待て、ちょっと待て、カナチョミ残り41秒、まずいて、掴んで、よし、バースト、よしよしよし、なんとか、あ、よしよし、なんとか、なんか稼いでますけど、どんどん稼いでいけ、よし、なんか知らんけど稼いでますね僕ね。あ、怖い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 、ここ降りて、ここ、え、クソ、横火してないよ俺最後の切り札クーダーしたんですけどね、クソ悔しいな。さあ、あのキングクルールには食らわんように。ああ、怖い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 、あ、カナチョミに一発食らわしたい、あ、食らわんだ、カナチョミ落ちろ、やばいやばいやばい、ピン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 、よしよしよし、メテオ、ここ事故ってほしいな、事故ってほしい、あかんあかんあかん、クロームが怖い。さあ、さすがに負けたかなこれだよね、カナチョミ、カナチョミですわそれはカナチョミすごかったよね。うわ、全然ダメ、あ、でも2位やったんや、へえ、ちょっと死にすぎましたね。はい、どうもシャックスギ TV です。さあ、今回もね、質問に答えていきますけど、小さい頃に、ハマっていたゲームを教えてくださいっていう質問があったんですが、どうしようかな。まあ、初めにやったゲーム、俺の初ゲーム、まあ、初ゲームもかなりハマっていて、初ゲームがポケットモンスターのダイヤモンド、まあ、世代の人は多分ね、いや、多分世代はちゃうかな。まあ、ダイヤモンドが初めてで、まあ、世代の人のちょっと下ぐらいかな、俺の年齢は多分、うん、で、まあ、ダイヤモンドハマって、その次にモンハンにハマったんかな。モンハンのトライ G にバカハマった。オンラインもやりました、 Wii U の。その前にもっとハマったゲームがあって、ドラゴンクエスト10、ドラゴンクエスト10が、まあ、今 Now で多分一番ハマったっていうか、やってたゲーム。もう今はやってないんやけど、もうちょっとね、実況とか落ち着いたら、俺、ストーリーの実況もしようかなと思ってるんですよね、ドラクエ10。ドラクエ10が本当にハマったかな。普通に3000時間ぐらい超えてましたからね、あれ。もう今、発売日からやってたんですけど、発売日から、まあ今、2019年までやっとったら、さすがに3000時間はまあ普通に行くと思うんですけど、何年で行ったっけな、本当に 3年4年ぐらいかな。待って、なんか3000時間の計算がわからんもんでわからんだけど、発売して3年4年ぐらいで3000時間ぐらいしましたね。まあ、廃人とか、まあ、そういう類あるじゃん、オンラインゲームで毎日超やってるみたいな、んーだと3000時間あんま軽いと思うんですけど、普通に学校行って部活行ってやっとって3000時間やってましたから。で、逆にこのゲームしやんと、ね、スポーツに専念しとったらどんだけ上手くなっとったかみたいな、そういう感じ、やばいね。まあ、本当にハマりました。超面白かったし、フレンドもね、多かったしね、楽しかったな。なんか本当に今の SNS とか、そういうなんかおるやん、なんか治安とかいうか、レベルが低いみたいな、なんかあるやん、そういう
子供は小学生みたいなのあるやん。もうそんなん関係なしに、なんか分からん子がおったら、ね、俺もその時ねちっちゃかったし、まあ、モラルもなってなかったけど、あの大人の人がねこういうのはこういう感じにするんだよと教えてくれたんですよ、昔は。すごい丁寧に。だから本当にネットモラルとかを教えられたというか、叩き込まれたゲームやし、まあ、今の自分のこのなんていうの、性格みたいな、今の俺のこの感じなのは、多分そのゲームやっとったのも影響してると思うから、本当に感謝しかない。やってよかった。もう今もやってないんですけどね。だからその感謝込めて、またねストーリーの実況はまあ落ち着いたらしようかなっていう予定ではあるんで、ちょっとね楽しみにしておいてください。ということで、ちょっと熱く語っちゃいました。バイバイ。